off to invisible grounds. Don't know when to stop. Returning is not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I'll belong. I'll see.皆さんこんにちは。カラフルスタイル白井和樹です。山田文雄です。山田さん、はい、今日はですね、はい、ここ、うん、豊田市にある豊田市祭り場っていうところに来てるんです、はい、ここは、うん、あの基本的には住宅展示場なんです。住宅展示場、はい、トレーラーハウスだったり、トレーラーハウスですね、はい、コンテナの建物だったり、うん、はいはい、いろんなおしゃれな建物がある集合体の住宅展示場なんです。そうなんです。中でなんか食べたり飲食もできるんですね、はい、まさにあの、はい、お祭り、祭り場があって、いいですね、そのね、はい、雰囲気が、はい、縁日を、はい、あのイメージした住宅展示場、そうですね、それで祭り場っていう感じですね、はい、で、なぜここに来たかというと、はい、もう以前から僕らお付き合いある和田子さん、うん、あ、和田子さん、はい、専務ですね、はい、はい、あのキッチンカーやってる専務さんが、はい、あのぜひ、うん、こちらの興味がね、トレーラーハウスだったら、はい、まあ、いろんなもの見たいっていう、あ、なるほど、ちょっとあ、一緒に、はい、はい、それではちょっと呼んでみますか、はい、登場してもらいましょう、はい、専務どうぞ、はい、どうぞ、真ん中どうぞ、真ん中どうぞ、真ん中どうぞ、おはようございます、おはようございます、いつもあのコラボレーションいつも看板立ててくれてありがとうございます、はい、ありがとうございます、本当におっしゃってます、今回、はい、わざわざトヨタまで来ていただきありがとうございます、ありがとうございます、まあ、これからもなんか祭り場の中を見ていくんですけど、はい、なんかどうですか、ショップとか楽しみじゃないですか。あ、だいぶ楽しみですね。いろんな、はい、でやっぱ食事できる場所、はい、あとなんていうんですかね、展示ハウス、はい、おしゃれですね。おしゃれ、すごいおしゃれな感じがね、すごい新しい感じしますね、うん、はい、まあ、それでは早速行きますか、行きますか、はい、じゃあ行ってみます、レッツゴー、ゴー、こんなおしゃれガレージ作ってみたいですね。作りたいですね。大人の遊び場。間違いない。趣味がいっぱいね。キャンプ、ギター。はい。もう趣味がいっぱいですもんね。コーヒーも多分そうだろうし、音楽も。最高っすね。趣味がいっぱいですから、最高ですね。これ煙突があるってことは薪ストーブがあるんですね。いいですね。冬なんか絶対あったかいですね。キャンプ好きではちょっとね、たまらんすね。長野さん、はい、家でも薪割りっす。家ですか。やってみたいな、さすがに家ではさすがにね、はい、やったことないんで、家ではね。やらないっすね。家ではないよね。普通はないですよ。普通は家で薪割りはないんだけど、はい、やってみたいね。もう憧れです。憧れ。もうこれは。じゃあ早速見に行きますか。じゃあ行きましょう。中入りましょう。じゃあ最後のおしゃれな作り。バスルーム。バスルーム入ってすぐに。入ってすぐね、そこ。すごい。半身浴ができるバスルーム。
これ一般の家じゃないですよ。普通はないよね。普通はないですよね。普通は多分これは多分展示用なんで、展示用なんで、そういうことですね。これあったらすごい家で。階段もこれ下と上どっちかな、どっちも下も行けるし上も行けるってです。ここ1階じゃん。0.5 行かない。0.5 も行かない。今のこれ2段しかありません。でも地下みたいな感じで、ワクワクはしますね。密室みたいな感じね。半地下というか、そうだね、もうちょっとね、ちょっとだけこれ、座れるベンチもあるし、まあ、僕にしちゃったら、なんなくこれ物が置いてある。必ず座れなくなるから、まあ、ですよね。じゃあ、ちょっと上にも行ってみますよ、そこから。誰かの声がする家ですね。間違いない。オープンですね。うん。下で言えばすぐここまで聞こえちゃうと。嬉しいなこれ。こうなって。さあでも次は美味しいもの行きますか。そうですね。ちょっと美味しいもの食べに行きましょう。食べましょう。美味しいもの。ここだけで1,2,3,4,5,6,7,8店舗ある。すごいですね。そうですね、これだけでね。いい匂いがすごいしてきましたね。これがトレーダーショップです。トレーラーショップですね。そうだよね、そんな感じですもんね。やっぱキッチンカーと何が違うんですよね、うん、こういうトレーラーっていうのは。いや、移動基本は移動しないですよね。できるけどしない。できるけどしないって形。でも、する人はしますよね。大きい、うん、運んで、運んで、そこでまた、はい、でまた行くっていうね。それもできる。まあ、いろんなところでできるって言いますね、うん、そうですね。いや でもその作りがおしゃれですね。おしゃれ、本当におしゃれですね。全部が全部黒で統一されてるんですね、うん、一体感がすごいありますよね、うん、この真ん中の広場もいいですね。みんなが持ち寄って食べれる、うん、じゃあ早速行きますか。わしゃがんちさんちのワッフルでございます。わしゃがんちさんですか。はい、美味しそうですね。そうですね。何にします、山田さん。僕山田さん結構甘いもの。甘いもの大好きですよ。はい、本当にワッフルはもう大好きです。マジっすか。はい、もうだから楽しみに来ましたよ。大好きなんでワッフル。メニュー、はい、何があります。いやー、なんかいっぱいありすぎ。生キャラメルからチョコレートいっぱいありますね。
ワッフルだけで17種類あるんですね。マジですか。季節限定とかもやってるんですね。本当ですね。皆さんどれにされ、なんかオーダーされますか。いいですか。じゃあ僕はもうせっかくなんでね、もう季節限定のスペシャルワッフルをいきたいと思います。これですか。そう、もうスペシャルです。季節限定レジ横ポスターをご確認ご覧ください。これだ。これですね。これですね。やっぱ秋なんでモンブラン。やっぱそれ栗ですね。栗ですね。秋なんでね、美味しそうですね。美味しそうですね。専務何されます。僕さっきからちょっと気になってたのが、はい、バタークリーム。自家製バタークリームって書いてありますね。はい、すごく気になってて、はいはい、で僕ちょっといちごが好きなんで、うん、いちごバター。あー、なるほど。いい感じね。ふわっと口どきの良い、書いてありますよ。あー、うん、塩気が増えるバター人気なの。人気ナンバーやっぱそこに。でもやっぱ僕はでも、うん、おすすめです。人気ナンバーじゃなくて、はい、生キャラメル、カスタード&バニラ、これでこっちで。あ、そっちで。はい、もうお店がおすすめするやつがやっぱ一番です。うん、でなんか俺もそっちに行きたくなってきちゃったけどな。でも秋限定、せっかく限定、やっぱ限定食べないといけないんで、じゃあ注文いいですかね。オーダーお願いします。すいません。じゃあ、季節限定のスペシャルワッフルですか。一、はい、つと1つ、はい、一つといちごバター、はい、はい、もう一つは4番の生キャラメル、生キャラメルのカスタード&バニラですね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、ハロウィンだよ今は。もうかぼちゃ、ね、かぼちゃかお化けですね。じゃあ和田子さんもハロウィンをもうちょっとやらないといけないですね。ですね。ハロウィン出店するんですよ。あ、そうなんですか。はい、イベントで。イベント、そうですね、イベント、ハロウィンイベント出店するんですよ。飾らんって感じです、こういうの。なんでかぼちゃ飾ってるわなって。丸ごと丸ごと丸ごと切り抜いて切り抜いて。いいね、いいね、それね。大きいですね。お、じゃあ、ほんと大きいの、これ1個がね。いただきます。うん、あ、どうすか、サクサクパリパリ、ふわっと美味しいです。美味しいです。さあ、いただきます。ちょっと待ってください。うん。ちょっと美味しい。うん。ちょっとね、これモンブランとアイスをね、ちょっと混ぜてちょっといきますわ。うん、うん、美味しい。あの、栗の味がめちゃめちゃします。おー、うん、なるほど。 甘さも、ね、ちょうどいいですよ。甘すぎないですね。うん、めちゃめちゃ甘くないし、うん、あのしっかり味がついてて、うん、ワッフル美味しかったですね。美味しかったですね。もうめちゃめちゃ美味しかったです。なんか初めてこう出来たて食べたんで、うん、なんか新鮮な感じもするし。そうですね、なかなかこういうね、ワッフル食べること、はい、そう機会が ね、 そうですね、ないんで、もうとにかく美味しかったですね。美味しかったですね、はい、本当に。実は山田さん、はいはい、もう一軒行きたい店やるんです。え、ま、もう一軒、はい、え、マジですか。ちょっと、結構今ね、お腹に、いや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 、まあ、そう言わずに、まあ、美味しいもの用意してくれてる。マジですか、はい、ちょっとそれは知らなかったな。もう一軒行くとは。いや、もう一軒お付き合いお願いいたします。まあ、じゃあもう一軒行きますか、はい、それでは、それではレッツグ ー、 はい、はい、次の場所に来ましたよ、山田さん。はい、ここです。ここです。ここですか。すごいですね。ここはあの、わかりますよ。トヨタから、はい、蒲郡の方、まあ豊橋寄りに寄ってきたんですけど、ね、うん、ラグーナ蒲郡がそこに見えます。はい、ね、結構ね、はい、ラグーナ蒲郡は皆さんね、知ってると思うんですが。そうですね、最近あの有名なんで。はい。で、そこの、はい、そこにまた何か一部に、はい、なんかまた美味しいお店があるんですか。あるそうです。ここはでも、知らなかったです。僕もここ初めて来たんですけど、はい、ラグーナはやっぱ来たことあるんですけど、はい、ラグーナはまあメジャーです、ね、愛知県みんなでメジャーですもんね。なんだけど、そのすぐ近くに、はい、最近はここはあの港のリゾートとして、はい、なんか貸別荘がなんか点在してるんですよね。おしゃれじゃないですか。おしゃれですね。ヨットあるわ、はい、なんかさっきからなんか
なんか住宅展示場からまた住宅食べ物といやいやいや、でもすごいおしゃれな場所ですよね、うん、そうですね、もう本当にいいとこで、はい、ヨットハーバーを前にしたお店に、はい、行こうと思います。今からそこですか。はい、楽しみですね。楽しみ、楽しみです。行きましょう、はい、行きましょう。レッツゴー、ゴー。はい、到着しました、はい、こちらのお店です。ですワシャガンチプラスです。プラスの方で、プラスですね、はい、なんかこちらはテイクアウト専門の、テイクアウト、はい、専門のお店らしくて、はあはあ、でこのプラスの方が、はい、で今からこちらで今からランチを食べよう。ランチですか。ランチ、はい、楽しみだな。先ほどのトヨタの、はい、祭り場でもうん、あったんですけど、はいはい、ワシャガンチさんが、はい、こちらもまあ、そこも一緒で、はい、まあ、なんか楽しみですね。もともとまあ、ワシャガンチさんのデザイン部門で、はい、和田子さんのラッピングしてもらったんですよ。はい、なるほど、お世話になった。まあ、いろんなつながりがあって、今日こちらを紹介したいと思います。はい、それでは行きましょう。行きますか。キッシュにしよう。これこっちのパスタやな。これパスタ一つ。これのワッフルセット。セット？セットワッフル。ワッフルできるんだ。うん。それ一つと。ワッフルとフレンチですとドリンクを選びいただけるのと。うん。プレートにされます。うん。じゃあプレートでアイスコーヒー。キッシュです。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうした？完食しました。めっちゃサクサクパイ生地のキッシュでした。濃厚な卵が美味しかったです。ありがとうございます。僕のはめっちゃ熱々でただモッツァレラのチーズだったりとかエビの香りだったりとかすごく美味しいパスタでした。ありがとうございます。もう泣きましたけど、もうナスと、鶏肉と、もうすべてが美味しかったです。もう最高でしたね。美味しいです。緊張するね。
はい、もう最高ですね。最高。いや美味しかった。山田さん、はいはい、もう一軒行きますか。はい、もう一軒行きます。もう一軒、うん、もう、まあ、もうどうぞ2階に、ね、マジでいっぱいだよ、なんかマジ行くの、もう一軒、この上にとは言える、はい、うわマジですか。じゃあちょっと行きます。うわ、なんかおしゃれな店あるじゃないですか。おしゃれな店がすごいですね、うん、これもワッフルの2階の先ほどのカフェ、はいはい、うん、ワシャガプラスさんの、はい、ワッフルあったじゃないですか。 ありました。あれのお持ち帰り専門店なんです。テイクアウト、はい、専門店らしいです。じゃあ持って帰る。持って帰りますか。持って帰る。僕入んないです。じゃあ俺も重いだよ。もう重いなんで、とりあえず、まあ、また次回 ね、 そうですね。次回ここで、ま、うん、あの買って帰りますわ。はい。はい、今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろ美味しい食べ物ばっか食べちゃって。ああ、もういっぱい食べましたね。太っちゃいますね、これ。まあ、もともと太ってるけど、もっと太って。今日あのお世話になったワシャガンチさん、はいはい、あのまあ、ここラグーナーにももう1店舗ありまして、うん、向こうになんかレストラン形式で、なんかもうちょっと中なんかもうちょっとあの豪華な感じのカフェじゃなく、はいはい、なんかレストランみたいな、はい、しっかりした食事ができるんですよ。なるほど。ワッフル食べ放題って言ってましたね。ワッフル、はい、ワッフル食べ放題、ね、いいですね、それもね。どうします、食べ放題ですよ。いやちょっとやばいです。何個いけます。え、何個いけます。いや、そ、1個大きいですからね。まあ、3つぐらいしかいけない。僕、5はいくかな。5いける？ 5 いくかな。僕も5ぐらいはいける。じゃあ6いきますわ。めちゃめちゃ負けず嫌いですね。本日お世話になりました、はい、祭り場さん、ワシャガンチさん、はい、詳しいことはあの概要欄に貼っておきますのでご覧ください、はいはい、本日のご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ヨットまで泳ごうか。それならあの観覧車まで。観覧車まで。はい、観覧車。行っちゃおうか。行っちゃってください。